今日のモカツはドラゴンボールのプラモデル Z から宇宙の悪の帝王フリーザ最終形態フィギュアライズスタンダードのキット、以前に制作していたものをリペイント組み直しをしました。水性アクリル塗料を用いてリペイントしました。早速塗装の様子を使用したカラーごとに見ていきます。以前のペイントに続いての作業と一部シール対応していたところへの色分けが主で、使った塗料はシンプルに3色でした。まずはパレホのゲームカラー紫ヘクスドライケンです。足の爪頭部の一部に使いました。白です。パレホのゲームカラーデッドホワイト、こちらもシール対応になっていた一方のフェイスの歯と、あとは全体の補修が必要だった箇所に塗り入れました。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料です。フィギュアやプラモデルの塗装にはとても重用しているカラー、色数も多く明るいカラーもたくさんあります。よく使っているモデルカラーやゲームカラーは総じて粘性が高くて隠蔽力が強い。チューブに入った水性塗料で直接または水で薄めながら使います。塗装に要した時間は約40分でした。オール筆塗りで仕上げました。最後はパーツをマットな質感に変えるシタデルカラーのテクニカル、特殊効果を表現できるカラー種にある透明塗料ストームシールドを使いました。粘性の高い塗料、水で薄めて水分量を調整しながら使いました。塗装後にかけている艶消しコーティングよりも細かなところまで質感を整えられるので、このストームシールドはプラモデルの塗装には多用しています。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。シタデルカラーはイギリスが発祥の水性アクリル塗料、粘性が高く隠蔽力が強いのが特徴。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。色塗り終わったパーツを組み上げていきます。このキットは2019年11月に発売されました。ハンドパーツは左右2種類プラス右手にさらに1つ、必殺技エフェクトとしてデスボールとデスビームのパーツがついていました。表情パーツは2種類が付属していました。フリーザはザーボン、ドドリア、ギニュー特戦隊など強力な戦士の軍団を率いて宇宙の星々を乗っ取り、高く売りつけて宇宙中から恐れられていた悪の帝王。変身のたびに爆発的なパワーアップをする今回のキットはその最終形態の造形です。フロントビューからリアビューまで、ということで今回はドラゴンボールのプラモデルフィギュアライズスタンダードシリーズ Z に登場した宇宙の悪の帝王フリーザの最終形態、水性アクリル塗料でリペイントでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。